ということは、ボーゼルが魔剣を復活する前に命がけで戦えば。マッシュ、あなたの怪我、本当に治ったのこれは、全部ゼルダのおかげだよね。目的がはっきりしてるよね。闇を打ち破るため。そして、好きな子を救うため。待って、待ってよそれって、 なんか私が時空の裂け目を召喚するときと同じじゃないマシューを呼んだのは女神なのこの関所を通ったら山脈に着くよねその山脈には聖剣の記憶があるわ今のユリアさんはとても衰弱しているわフェラキアにいたぶられていたんだろうねかつてのレイガルド帝国の連山要塞ね もう私の手は時空の狭間の振動を感じているわ。聖剣の英霊よ、ラングリッサーを蘇らせるために来ました。英霊たちよ、その姿を見せてくださいはい。この時代は聖剣がすでに砕かれ、闇が再び大陸を覆っています。ですから、ラングリッサーを復活させるために、 あなたの力を借りたいのです。ふざけないで私たちは、ここであんたを倒して、ゼルダさんを救い出すのさせないわよ聖剣の勇士たち、マシューを守りなさい魔の地は敵の本拠地だけど、代々、聖剣の英霊が闇を払い、光の炎を燃やす場所でもあるんだよ。マシュー、そんなかしこまった話をするの似合わないよ。 そういうキャラじゃない。わかるマッシュー、そんなかしこまった話をするの似合わないよ。そういうキャラじゃない。わかる虫使いのラグ暗黒王子は魔性を全員復活させたのとどめを刺す。もしかすると、これが一番の救いかもしれない。行くよみんな これならどうお前たちはさ、可愛い,いアメルダのおっぱい、見たくはないかいなんなのぼーっとしてる場合じゃないでしょ早くやっつけてつまんない奴らね。グミル死にたいのちょっと待て 変異したネズミや虫は町の下水道から出てきたのまさか、虫使いラグでも、魔族の艦隊が続々と海へ侵入してきてるから、海峡を渡るのも簡単にはいかないと思うわ。ジェシカ先生、アンジェリカ、お待たせしました。みんな、ありがとうこの飛空艇にも聖剣の記憶があるってことね。 ユリアさん、この先は、もう後には引けない戦いなんだよラングリッサーの力が、私の心の中で震えてる。進みましょうマッシュ、グニル。そうだね。でも、眠れないのよ。ね。私たち、しばらく前まで、 村で成人したばかりだったのよね。でも、今は違う。いろんな困難を乗り越えて、成長して、世界を救いたいなんて、大それたことを考えてるの。運命って、不思議だと思わない何よもうみんな眠っているじゃないまったく、男の子ったら。 魔襲、グニル、ずっと言えなかったことがあるの。聖剣を復活させるには、聖剣の記憶だけでなく、純粋な魂を捧げる必要があるの。かつてのエルスリードの王、ジークハルトが、自らの命を注ぎ込んで、ラングリッサーを生み出したの。きっと、 私も彼のような立派な人になれるよね明日の戦いが永遠の別れになるかもでも私の心配をしなくても大丈夫私も聖剣の記憶の一部となってずっとみんなのそばにいられるからゆっくり休んでね私の大切な それはこっちのセリフ魔の地で時空の裂け目を開くと、魔族たちが私たちの位置に気づいてしまうわ。え時を越えし記憶よ。光の末裔、剣中軍、アメルダの名において、ここにあなたたちを召喚する。ウンサン切り消せし、ラングリッサーより、聖剣を復活せしめ、 ここに集いし、我らを率いて、闇を切り裂け目覚めよ、聖剣目覚めよ、ヤングリッサーやったよ、みんなエルウィー、レディー、リハルトはい、心の準備はできています。マッシュ、クニル、最後のお別れだよ。私、 やめるだわ自分の魂をラングリッサーにゆ、ユリアさんな、なをユリアさんだめユリアさんセイ <laughs> が 私の手の中で震えている、邪悪なものが近づいているのを感じ取っているみたい。ラングリッサー、あなたの力をお借りします。私たちに勝利を授けてください。こ、これが、ラングリッサーの力純粋で、神聖で、それに強大だわ。ポーゼル。 私たちは、ラングリッサーの力であなたを倒すわあなたは負ける運命にあるポーゼルマシューを離せラングリッサー、闇を払いなさいマシューすべてが、やっと終わった。ラングリッサー。アルハザード。そうねえマシュー、今夜はやっと一緒に マッシュ遠くばかりを眺める旅人は身近な幸せとは縁遠いのかもねいや何でもないそれより一つ分かったことがあるのゼルダという名前はアルハザードのアナグラムだったのよだからあなたって人はいつまでたっても分からずやで 鈍感な。バカ魔ュだよあなたに出会っちゃったなんて本当についてないわもう、ムカつくうーん。うーん。うーん。なんか、ジェシカの声が、ちょっと催眠術みたいで。うーん。 ちょっと、どころか。その考えは間違ってるわ、グニル。魔竜や伝説のモンスターへの挑戦。そんな考えはね、かつての英雄たちが、聖剣と魔剣の力に頼って、大陸を統一するとか、世界を滅ぼすって言ってたのと同じことよ。それは、あなたの心の中に生まれた欲望。ヤングリッサーや、 アルハザードを手に入れたら、平凡な人の心の中に邪念が生まれてしまうのよ。グニルあなたこそ目を覚ましなさいよ私たちは見てきたじゃない今日まで、どれほどの人がこの二振りの剣の犠牲になったか。ユリアさん、ゼルダさん。あ、あ、あの、マシュ、私。 空を見て赤い水星嘘でしょ <laughs> エルサリアに残っていても、山積みの問題からは逃げられなかったみたいね。まず、ラングリッサーですけど。ジェシカとしては、イエレス大陸の剣が終わるまでは、持っておくべきだとおっしゃってました。行く先に、どんな敵がいるかわからないからって。安心して、将軍。 あなたも複雑な心境だと思いますけど、私たちがちゃんと彼女のそばにいますから。もし約束破ったら、ごめんじゃ済まないんだからな、ね、そうだった早く行かなきゃ今日中に出航できなくなっちゃうよ。シシちゃんエラスさう,う,う、この匂いは、悪徳商人の金の匂いだこれって、 ただのぼったくりじゃないまさかこれが次のエルサリア大勢も引き起こしたりして。ちょっと連れて行くなんて言ってないからね県中軍にお嬢様は二人も必要ないんだから。ほんとエラストなら私たち大歓迎よあ、まあ、シシちゃんたら太っ腹あなたに対する好感度がちょっぴりだけ上がったわ。 何がアメルダとマシュウの兄貴としてよ。何が面倒を見るよ。あなたが一番役に立たないの分かってるそんなに気に入らないならね、グニル。このままエルサリア大陸でおじさんの手伝いをしてればいいじゃない。<laughs> マシュウ見たグニルの顔。もう本気にしちゃって。はい、おじさん。終わったら、 絶対私がグニルを連れて帰りますからね。アンジェリカに抜かされるなんて私たち、ウサギとカメのかけっこをやってるのおじさんごめんなさい、もう時間なのマッシュ、グニル、早くアンジェリカに追いつかないとええ、ということは、英霊たちの記憶はあまり期待できないってことね。足手まといのアンジェリカに、 全部託すことになるのね。んわ<え>かりました。でも、ジェシカは私たちとイエレスに行かないんですかなにそれ移動型立体映像通信あ待って、なんで私たちの世界にそんな違和感ありまくりのものがあるの <laughs> ちょ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 ,ちょ,ち,ょちょっと待っ、ま、た その、質問があります。えっと、ジェシカは魔剣の安全を確保できるのですかその、私たち剣中軍がいなくても大丈夫なんですかえっと、その、私の記憶が正しければ、150年前の聖魔剣戦争の時、ジェシカは、聖剣と魔剣を、 イエレスタイレクからエルサリアに持ち帰る途中で、魔族にその二振りの剣を奪われたって言ってましたよね。だから、えっと、マッシュが魔剣を持っていた方が、その、私たちが魔剣を持っていた方が安全だと思います。だって、私たちにはラングリッサーもあるし、大丈夫です。私たちがちゃんと魔剣と聖剣を守ります。本当です <laughs> 魔剣は、私たち、剣中軍が管理した方がいいと思うんです。つまり、今は私たちが持ってた方が安全な気がします。それに、ラングリッサーの加護もありますし、問題ないと思いませんかうるさい、グミルまさか、船以外に飛行艇にも酔うなんて。 アンジェリカー、まだ着かないの私もうダメ。どういう意味迷ったってことまさか、この霧が魔法の霧だからやばいじゃないもう試したよでも何にも起こらないシグマ、ランディウス、イエレス大陸の英霊、この地の聖剣の記憶ね。 わかってるイエレスの英雄たちよ。私たちに、その力を貸し与えたまえラングリッサーと共に、女神の恩恵の光よ。再び、この大地を照らせ霧は完全に晴れてはないけど、島と陸地が見えるわ <laughs> 助かった周りの魔力の量から、これが、 ランディウスやシグマたちが言ってた、世界中で間違いないみたいね。魔族あの人たちの格好、この世界のものとは思えないわバカあの人たちが恐れているのは、ラングリッサーとアルハザードの力だよこ、これは何なの巨大な飛行船彼女、一目で聖剣の力の本質を見抜いたの。 一体何者あの人、私たちのアルハザードで魔物を召喚した何なの一体マシュ。<laughs> グニル、私たちも行くよさあうーん…もし、イエレス大陸の英霊から聞いた話に間違いがなければ。あの人は、150年前、 原初のアルハザードを赤き月に持ち帰った、クリムゾニアの王子、レインフォルスだよ。うーん。150年前の戦いでは、敵でも味方でもないって感じだったみたい。でも、今回の様子じゃ、あまり期待できなさそうだよね。これこれは、正真正銘の光の聖剣ラングリッサーよ 聞いた話をまとめると、あなたは赤い月から戻ってきた原初の魔剣を追っているということよね。あれさっきまでここにいたのに。あちょっと突然消えたり現れたりしないでよ心臓に悪いったらありゃしないわいいわよ。私も少し落ち着いたし。 王国守護者って呼び方しか教えてくれないってことは、まだ私たちを信用できてないってことよね。少なくとも、本当の身分、あるいは本名が知りたいわね。それって、ただの称号みたいなものじゃないあなたの目的って何時空の裂け目これは、世界時の記憶なのこれはもしかして、ランディウスが、 王国守護者になった時の記憶。あれまた消えちゃった。普通のシナリオなら、仮面を撮ってくれて、もっと詳しい経緯を話してくれる流れなんだけど、あの人、ベタな展開してくれないのね。それにさっきの話、まだ続きがあった感じよね。まあ、いっか。前後関係整理するの。 もう諦めてるし。マシューたちにこの話してこよーっと。マッシュ気をつけて。罠かもしれないよ。ラングリッサーは、ある程度魔族の力を弱められるけど、この数は。あ、ちょ、マッシュ何してるのマッシュ待て、落ち着いてあ、い,いえ、実際私たちは、 大きなダメージを負ったわ。ううん、私は、わからない。でも、イエレス大陸に魔剣を持ってきたのは、やっぱり間違いだったかも。そうだよ。あなたたち男の子は、本当に鈍感だもん。私、魔臭のところに行ってくるわ。海に落ちなかっただけでもよかったわよ。 で、目的地のカコンシス城まではあとどのくらいなのマシューは、体の方は大したことないけど、魔剣を砕かれたことがよほどショックだったみたいで。立ち直るのにどれくらいかかるかわからないけど、このボロ舟にとどまっていてもどうにもならないわ。さっさと出発しましょう。マシュー、私たちはカコンシス城内に着いたのよ。でも、 王国守護者がいない間に敵が攻めてきたんですって。え魔っでも <laughs> まあ、心配して損しちゃったわ。まあ、マッシュの剣が折れていても大丈夫よ。私と聖剣ラングリッサーがみんなを守るから。初対面だけど、人の国に勝手に入ってくるなんて、剣士の風上にも置けない奴だってことはわかるわ。<laughs> <laughs> この焦げ臭い匂いは何一体何が燃えているの <laughs> 次は逆にあんたを焦げ焦げにしてやるわうん、<laughs> クラクラする。またあの触手だらけの悪夢を見ているような感じ。私、仮説キャンプで眠ってたわよね。これって夢、夢 それとも、無遊病になってしまったのかしら。マッシュ、グニルこれって。自分が何を見たのかよくわからないけど、ここには時空の裂け目の記憶みたいなものが残っているのね。あの大きな赤い帽子を被ってたのは、ギザロフよ。間違いない。それから、彼に吸い込まれてしまったのは。 ゲンドラシルとかいう名前の邪神とギザロフ自身のクローンじゃないかしらあ見つかっちゃった背筋に寒気が仕方がない英霊たちを召喚して戦うしかなさそうねもう勝たないとここから出られないってわけうん <laughs> 英霊たちの記憶の力が阻害されているみたいこのまま無理やり戦うしかないのかしら 寝ぼけたこと言ってんじゃないわ聖剣の記憶の英霊たちがあなたをやっつけるんだからなんとか勝ったみたいね。うんやだなんでこんなところでラスボスと戦わなきゃならないのこの混乱した記憶空間は何なのよ早く元の場所に返してあっ何よこれこんな話聞いてないわよ やっと倒したと思ったのに、まだ終わりじゃないなんて。こっち来ないでよーシグマとランディウスの記憶わ、罠これって単なるギザロフの記憶じゃないのわかったわ。な、早く悪夢から目覚めるのよ、私め、目が回る。無遊病にでもなったのかしら 記憶が曖昧だ。キザロフ。それから、確か、ランディウスとシグマ。あの人たち、最後に何て言ったかしら。とにかく、急いで帰り道を探して、帰ったらマシュたちに、この不思議な話を伝えなきゃ。最後に言われたこと、思い出さなきゃ。いつ見ても、世界中は神々しくて美しいわね。 敵に一歩遅れは取っちゃったけど。分かったわ。再び別れましょう。世界中を守る人はこっちに来て世界中の記憶がシェルファニール王者とアンジェリナ王者だわ。もちろんよ。やってやろうじゃないの。ちょ、まず言うことがそれって。あなたたち、そうやって馬鹿にするために一世紀以上も待ってたわけね時空の裂け目。 世界中の記憶には限界があるのうーん。カコオンシスではゆっくり休めると思ってたのに、またこうやって巻き込まれるとはね。帝国兵があの緑の髪の子供を追いかけてるみたい。マシュ、行って助けましょうちょ、ちょっとあなたは戦わないで逃げなさいよあなたみたいな王子見たことないわ。ほら、言うこと聞いてちょっと待って なんだか、とんでもない名前を聞いたような気がするんだけど。妹とかはわかるけど、ばあさんってのは、またえらく失礼な呼び方よね。ともかく、ことの天末を説明してちょうだい。はああ <laughs> <laughs> この抜け道、誇りだらけじゃない。 どれだけ土ぼくりを食べさせる気それよりも、この機械の羽を生やした鳥人間は何者なのこいつらが奴らの頭目なんでしょまあ、変な言い方かもしれないけど、私たちもオリバーの祖先と約束しちゃったしね。お礼はいらないわよ。やるじゃない。アンジェリカ、最高よ。キスしてあげる。うーん。 アンジェリカー飛空艇の準備はいい追いついたわ。メルパニ王女を返しなさいほんと卑怯よね逃げることだけ考えて、能力のある奴なら正々堂々勝負しなさいよどういうことこの先の霧に覆われた土地は一体うーん !16 歳の成人の日がこんなに慌ただしいなんて 全く悪い予感しかしないわ。私たちより一年早く村の番犬になっただけなのに。何その態度ムカチくんあ、あれ村の入り口で何か。あれは、帝国の兵士あ、あの人、どうして私を睨んでるの何なの私は魔女なんかじゃないわ 何もしないのにどうしてどうして私やめておじさんを話して復兵嘘でしょ光の勇者たち。ラングリッサーを守護する騎士たちよ。私は、失落の光の女神、ルシリス。 私の願いを聞いてください暗闇の封印が破られました魔剣の影が再びこの世に忍び寄っています聖剣はすでに破壊され折れた剣は復活の時を待っています我が下べをジェシカを探すのです 彼女があなたたちを導くでしょう宿命の勇士たちよ私の手を取りなさいこれは私の最後の力英霊たちよ私たちの希望をお守りください あうん、なんか、誰かに追われている変な夢を見たわ。そして、光になって飛んで、剣で答える帝国は話し合いができないアホしかいないのそんな、私たちは申し開きさせてもらえないのですか 女神の話、私は全く覚えてないわ。どこにいるのかなそれに、いつ追っ手が来てもおかしくないわ。ああ化け物が正体を攻撃してるよ <laughs> これで全部倒したみたい。ありがとうございますあ、もしドバル村を通るのなら、私の家族に元気にしてると伝えてください 頼まれたからには何もしないわけにもいかないわ。助けて話を聞かせてもらいましょう。あ早く終わらせましょう。よかったー。ようやく先に進めそうね。浮遊場私、おとぎ話だとばかり。あの人、時間の概念がないんじゃないかしら。あんなにマイペースなのはちょっとどうかと思うわ。 ここで待っててねって言って消えちゃうんだもん。ひどいよ。ダメよ。ここでアンジェリカを置いていったら、あの人また帝国兵に捕まっちゃうよ。簡単に言うとね、帝国に指名手配されたの。もう、アンジェリカったら、遺跡に着いた途端にどっか行っちゃったでしょ。断っていいなんか嫌な予感がするわ。 ほら、私言ったよね。嫌な予感がするって。ここ変だよ。あそこの変な彫像を見てよ。私嫌な予感がする。あ,あなんか変な声聞こえないやっぱり戻ろうよ。私の言うこと聞いた方がいいよ。絶対後悔するよ。女の顔はすごいんだよ。気持ち悪い。 だから言ったのに。出ないと、兄貴に会えないよあ私今喋った声が無意識に出たうわ、キモいイ全部グニルのせいよ早く行きましょうまた気持ち悪くなってきた運ぶの手伝うだけって言ってたくせに埋まってる魔導水晶を掘り起こすなんて聞いてないよ マシューの鼻また魔物の匂いを嗅ぎつけたのほら出た <laughs> 胸が痛い私はまだ戦えます私は大丈夫あれがいなくなったら良くなったわあ、またラングリッサーの記憶に存在するとある少女 彼女は人間でもなく魔族でもないどうしたのマシマシューのバカマシューはバカよ私たちと一緒に遊んで一緒に大きくなって一緒に冒険している大バカ者マシューが人か魔なんてどうでもいいマシューはどんな時でも剣を持ってみんなのリーダーで前に進むバカ魔臭よ 早く行こうバカマシュラングリッサーと世界が私たちを待ってるよ聖剣の記憶。カルサス平原。昔、大陸上最強の騎士はこの平原を駆け抜けていました。あれあ何 私、また記憶が。あなたは、あなたは誰私、あなたが本当に聖剣に召喚されたというのなら、この試練を受けますレオン、そういえば、この時空の裂け目、あれは本当に私が作り出したのですかうーん。私、 嫌だという気持ちがあるし、疑問もたくさんあるわ。聖剣と魔剣、女神と混沌の王。200年の輪廻。<laughs> 少し混乱してきた。そういえば、私たちは今どこへ向かっているのですかんこれは、海中時計 時空の裂け目それ大丈夫なんですかもしまたレオンみたいな強い人が出てきちゃったら本当ですかもしそうならすごいです今すぐに試してみてもいいですか私、見えます。私の周りを流れる時間と歴史。その先に純白の光が、見えます。 光の先に、剣がある。時間、空間、英雄の伝説、聖剣の記憶。私の目の前にある。でも、渦巻いている。混乱の風景が。裂け目、落ち着いたかな。 そこから出てくるのは誰そうなんだ。私たちと同じ三人組だね。ねえ、私たちもなんかかっこいい名前つけてみないすごいあの人たちかなり様になってるわよ私たちも負けられないねとりあえず試練を乗り越えたねさようならコウキ君うん <laughs> またねエルミンあなたたちはあもう人の話聞いてよそんなに急がなくてもやばいよすごくまずいことだよアンジェリカあなたがマイペースだからいつまでたっても実行できなかったんだと思うわね あっち南の方かな煙が上がってるおじさん達を助けるために決まってるでしょグニル落ち着いてプラグニルっっ<え> <laughs> みんなゆっくり進んで廃棄された都市だけど安全だからまさか本当に浮遊城起動するの 相変わらず話が通じないわやるしかないのねああ大陸全体を見渡せるこんなことできるなんて考えたこともなかったあ <laughs> おじさんありがとう聖剣の記憶は英雄たちが戦った場所にあるですよねとは言ってもどこに行けばいいのやらわかりました この城には、マーケボイがいるんじゃないのマシュ敵の援軍よもうこれ以上マーケボイ団長生きていたの動く骨スケルトンの群れよ勝ったけど、スケルトンがまだたくさん骸骨それに、時空の裂け目マシュどうしたの顔色悪いよ。 ということは、この洞窟に、迂回するでも、私たちだけで、その竜に勝てるのかなジェシカさんを召喚しようか。うん、そうだねやりましょうやっぱり怖いわ。<laughs> マシュ、私たちも手伝うから、頑張ろうねえ、二人とも喋ってないで手を動かして これは魔力の後期の末裔よ私の言っていることが聞こえますかあなたたちが倒したのはかつて猛威を振るった伝説の魔竜ファフニルが残した記憶のかけら太古の昔神々の戦いでは このような生物が召喚され戦っていましたそして戦の終わりとともにこれらの生物は虚空へと戻りましたが彼らの持つ力の一部はこの世界に取り残されました彼らを倒すことができれば彼らの力を封じた宝を 手にすることができます光の力を使い彼らを探し出しそして打ち倒すのですあれ何かあったのこの要塞は硬そうあねえ向こうから誰か来るよあれってエルフ私たちは カーマン町の難民を連れてマーケボイ団長の手紙を渡しに来たの魔道砲兵は私たちがエラスタさんの傭兵団は正面の敵をまたあの恐ろしい騎士一体何者なのねえ同盟の北側に私たちを狙う魔族がいるってことはカルサス平原の帝国軍も危険なんじゃないかな <laughs> 折れた剣は 鍛え直さなければならない英雄たちよ希望を失ってはいけませんこのオーラ本当に政権の英霊なのどう見ても敵にしか見えないわダメこの魔導士は強すぎるわこのままじゃ勝てない彼女誰知り合いなの彼女 人間なのあれさっきの女の子はいなくなっちゃった。ねえ、マシューはあの子とどこで知り合ったのえあ,あ,あの、私そんなことないしクミル最低おとり作戦死人遣いは撤退したわ作戦成功よ死んだ私たちの友達の体を好き勝手に使うなんて 恥を知りなさい負けぼい団長、ひどい。死人遣いは倒したわ。あの悪魔を、ついに恋人、だったんですよね。エラスタ団長、大丈夫ですかでも年齢的には、確かに妹ぐらいだね。北方の魔族は、私たちが倒したから、すぐには攻めてこないと思うけど。 あれ今気づいたけど、グニルはど、どうしようグニル、気を失っちゃったジェシカ先生を呼びましょう先生なら、なんとかできるかもしれないジェシカさん、あなたの力が、必要なの。ジェシカさん私たちを、グニルを助けてほしいのグニルは クニルを返してクニルクニルのバカバカバカわかった <laughs> 我々は、ラングリスターを復活させるために、ここに来た。古代の英霊たちよ。我々の呼ぶ声に答えよレディンといえば、伝説の勇者じゃない 教えてくださいどうやれば闇の力に勝てるの女神が、ご自身を犠牲に。女の子だけど、ここは負けられないわねさようならレディー王子ホワイトちゃん、そして、エラスタ団長…どうか無事で魔性ガイエル。帝国と連邦の戦争を引き起こした元凶 減らず口を叩けるのも今のうちよ光の女神の名のもとに、あなたを倒しますところで、エラスタ団長はどこにここを取り戻すことができれば、勝利にまた一歩近づけるのねエラスタ団長落ち着いてエラスタ団長、ひどい。ひどすぎるエラストボーゼル黒幕がようやく出てきたわね この戦いは絶対負けられないんだから女神と聖剣のために、行こうあなたに秘められし、正義の心、確かに感じ取れました。微力ですがあなたに私の力を貸しましょう。これは、おそらくエルウィンたちが残した記憶だよ一体誰が舞台を率いてるのかしら 間に合ったどういうこと帝国軍と帝国軍が対峙してるの悪い予感がするんだね。きっと当たってるよ。今回も凄まじい戦いになるわ。ボタニクス将軍。沖を確かに闇との戦いは悲劇を呼び寄せるんです私もティスラ王城にいるジェシカ様に連絡する対策を考えないと 聖剣の記憶を持つ英霊の力を借りることもできるけど、闇の王子は魔族を復活させる力を持ってる。しかも私たち、あの恐ろしい薪氏を倒す方法がないわ。火事あ誰かが船を破壊してるよ消えちゃったけど、追うマシュ、ゼルダはただ、 闇の勢力に操られているのかもしれないわエクネってすごいねゆらゆらするねクニルあの二人大丈夫かな私ちょっと心配だな湖の中央に死んで昔の人ってよくこんなところにこんな立派な建物を建てたよねここには どんな英霊がいるんだろう我々は、県中軍。ラングリッサーを蘇らせるために来ました。英霊たちよ、その姿を見せてください。そうそう、そういうのは後にしてください。浮遊女実は、私たち再建に成功したの政権の英霊ですもの。きっとまた会えると思うわ。 え将軍帰ってくるの早くないですかユリアさんはどうしました将軍何があったんですか落ち着いてくださいおかしいわ喋り方も雰囲気も全然違うあの人は誰逃げたか欠員気になる将軍しっかりしてください せっかく村を見つけたのに、どうして店が全部閉まってて、誰もいないのああそこドアの後ろにおじいさんがいるおじいさん怖がらないで話を聞いてください。私たちは、ここを通りかかった旅人です。どうしてこの街には人がいないんですか死んだ家族に会えるそんなこと、ありえない。 すぐに行こう命を冒涜する悪者を神様に代わってお仕置きしなきゃ村のみんなは本当に亡霊たちと一緒に住んでるのかなこっちはそのつもりでも向こうが襲ってくる可能性はないのなら気をつけて進もうなるべく村人の攻撃範囲を避けてね死者の安霊を邪魔するなんて絶対に許せないんだからそうよそれならわかるわ あのおかしな将軍はきっと魔族だったんだわうんうんもしかして魔性を召喚するあの暗黒魔法、うん、魔剣アルハザードがもうすぐ目覚めます勇士たちよ急ぐのですよかったやっと難民たちが休めるねそうだね もうすぐ着くよみんな、頑張ってほんとだあのゾーンはジェシカ先生で、あれはレオンっぽいた、魂この人、なんだか様子がおかしいよこれが確認のできている欠員の位置。そうだね首都に向かおう魔剣の復活を止めなきゃあ、あそこにいるのはでも、 私たちはまだラングリッサーを手に入れてない。集めた聖剣の記憶がまだ足りないのかな。聖剣の記憶よ。我の呼びかけに答えよ。我々に闇を倒す力を。私は包囲された商人たちを治療しに行くわ。みんなはこっちの魔物を倒してから手伝いに来て。この魔物たちは私の十字架を怖がっているみたい。私に攻撃させて。 ボタニクス将軍あとはお任せしますマシュン死んだ嘘でしょな、何をするつもりあ、あなたは、まさか、ゼルダマシュびっくりしたようううううう は逃げないといけないいいとけけって誰が決めたわけ信じられないここ,この子たち2つに増殖したよ本当に森の中に宝箱があるなんてこれってまさにお約束って感じよねでもこのままほっといても誰も取らないし帝国兵からも見えないようだけど本当に大丈夫かなマッシュ あそこにも宝箱があるね。すごーいランスさんがいれば宝箱は取り放題ねやったーマシュ、見て水の中にも魔物がいるみたい出た出たよフィールドにある他の木とは違う。唯一実,実がなってる木出た出たよフィールドにある他の木とは違う。唯一実,実がなってる木これって、 お約束の隠し宝箱だよやっぱりみんな考えることは同じだねいいんだよマシューは知らなくてもあそこら辺に行けばいいものがもらえるってことっていうか、こんなに激しい戦いの最中に宝箱を取りに行って大丈夫かな今後の戦いの中でも同じようなことが起きるかもねみんな、注意しようね 敵が多すぎるよ撤退しようよこんなの私たちじゃかなわないよ死家族さん達かわいそう早く助けてあげようよ言っちゃった今後戦わずに済むといいなでもそうだよね目の前のできることからやればきっといつか 大きなことだって、変えられるよね。じゃあ、それは私と私の総兵たちにお任せね <laughs> 沼は怖いわね。スライムさえも、あんなに大きくなっちゃうなんて。マシュ、見てあの大きな敵なんかスピードが落ちたよ私も感じるよ。強いけど、先はない。それになんだか、 懐かしい感じがするわ。グニル、マシュ鉱石を手に入れれば帝国に対抗できるのじゃあ、ジェシカ先生の故郷、ディスラ王城はどの国に属するの何かの誤解かもしれないよ。あの将軍、そんな裏表があるような人には見えないけど、私の家族も無事でいてほしい。え、どういうこと 全然わからないんだけど、何が起きているのか、ますますわからなくなってきたよ。時空の裂け目の中で、聖剣の記憶を振り返れば、さらに、混沌なる記憶の影が開く。そこでは、困難な試練があなたたちを待ち受けています。それを乗り越えたとき、あなたたちは大きく成長できるでしょう。 マッシュ、グミル、ここはどこ今までの時空の裂け目とは違う、強い気配を感じるよ。ねえねえ、ここに分かれ道があるよ。でも、もし本当に谷に魔物がいて、それを放置していたら、さっきみたいな襲撃事件がまた起こるかもしれないよ。なんて理不尽なことを。あの港、早く解放してあげよう。 光の女神に憑依されるものか。でも、私まだ、ちょっとどうしたらいいかわからないよ。過去の、先生の英霊ですか。うん先に村に行こう帝国軍はまだ撤退してないはずだよ。この村の人たちはどうしたの私の職業は見習いシスター。少し遠い距離から攻撃ができるよ。 私に先に攻撃させて、敵の力を弱めるよはこれでいいかな少しは頼れる感じ出てきたかなえこれでいいのなんかうまくいきそう嬉しいいくよーよろしくお願いしますね。嫌 <laughs> な感覚が。部屋。 ちゃんと掃除しないとダメでしょちゃんと整理してくださいまったくいつも無理しちゃって傷は大丈夫 <laughs> <laughs> 気持ちのいい朝だね一緒にお散歩するこれから私たちどうなっちゃうんだろうう,う,ろう, <laughs> うああいやな,なんでもないって <laughs> 秘密 秘密だよ。無理してないよ。初めは怖かったけど。でも、君がずっと守ってくれたから。怖くない。<laughs> ちょっとアホっぽいかな。ここここ何かお手伝いできることありますか私の中にはとんでもないものがあるみたいですね。 いつまでも私を守ってくださいね政権の記憶が私たちを導いてくれるいい本当に嫌いなものには何の価値も感じないのカルザスの森にいたあの頃にはもう戻れない大切な使命を背負ったと言っても私はただの女の子なんですあの 私だって、恥ずかしくなりますよ。あう、ーん。ダメ人に見られちゃうよ、うん、な気に入ったのなら、続けてください。も、もっと、優しくして。もっと、近づいて。胸がドキドキしてること。 わかりますかえここここはダメちょっと、やめて。ここはプライベートな場所じゃないですよ。分かってるんですかじゃあ、またデートしましょう。約束ですよ。では、後でね。